はい、ってことで皆さんどうもこんにちは、マロです。ってことで今回は久しぶりのカノンちゃんコラボでございます。ってことはもちろん今回やる企画はそうドッキリです。その名も題して、ゲリラ中に家の中に大量に待ち伏せしてる敵がいたらカノンちゃんはどういう反応するのかドッキリ。イエーイ、パッ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 、いやー、やっぱり清楚系代表のカノンちゃんなんでめちゃくちゃ可愛い反応してくれると思います。めちゃめちゃハードル勝手に上げるっていう。ってことでそれでは早速やっていきゃーしょう。10時半か、まあ、ゲリラがまあうまくいかんかったら、まあ、ワンチャンもう一戦の、まあ、10時半か、11時から想定。 OK。ちょっと待って、俺なんかパスワード入れないんだけどな。そんな立ててもらったのにそんなことある？入られたドッキリもしかしてそこで来た？いやそれやばいでしょ。普通にゲリラ入られるってどういうこと？ゲリラ入らなくされたドッキリてってれー。何も問題やん、画面変わらんし。何の画面も変わってないし、何もおもろくない。コラボとしてゲリラしようとして、私が裏企画でゲリラを入れなくしたらどうなるかー。あー、逆企画ね。これで企画終わった。いや、いいな。え、ちょっと待って、入れない。本当にやばいね、本当にやばい。え、マジ入れん、マジ入れん。ちょっと待って待って。あ、じゃあ、かんちゃん言うわ、俺逆にパス打ちしてほしいかも。ちょっと待って、1884、1884、待ってね、1884、はい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 の、パスワードが12。どう？入れそう？あー、ナイス！なんで入れなかった逆に？いや、俺なんか入れなかったわ。あ、待って。ほんとに？うん。ここ、遅れた！オッケー！一人になっちゃったよ。大丈夫？3時今の人。あ、これね、多分ね、弾かれると思う。60人、あれだから。あ、そういうこと。そう、え、あれ知らへん？今、あれなんよ。だいたいスクワ、なんだ、デュオとかも、100人あるところもあれば、60人しかないところもあるんよ。なんで？あ、知らない。なんかね、シンプルに100人だと、その車とか、そのなんだろう、シンプルに多すぎて、結構事故る可能性が高いから、結構ガチなデュオとかだとマジで普通に60人とか。マジで今もう60になってるの？え、そうなんよ。あ、ちょっと待って、ハチ君、本当にやめて、君。ちょっと待って、無理だよ、ハチもやめらない。ケツミしたいところなんだけど、こういうのはね、もうね、チョコリ。そしたら意外と被らないから。ああ、よしよしよし。本当にドッキリじゃない！本当にドッキリじゃない！当たり前だろ！お前、もう誰やと思って！今、絶対嘘やと思って。これチョコリか、これチョコリ来たなと思って。はいはいはい、はい、チョコリ来ましたと思って上見上げたら、うん、誰もおらんかった。なんか降りた瞬間にあれでしょ、なんかみんな一斉に降りてくるドッキリって勘違いしてたでしょ。やばいんだから。違う、今の荒野行動ってやっぱゲリラブームなんよ。あ、ブームなんだ。いや、そうなんよ。結局やっぱゲリラ動画がやっぱ多いよね、やっぱ荒野って。なるほどなるほど。そう、これ俺さ、コラボ祭りっていう感じのやつやろうと思ってて、おー、そう、そん時に出そうと思ってるから、そのカノンちゃんの動画を。そういうこと。そう、だからいつもと違った動画を撮りたいと思っての挑戦。ツイートしてたもんね。あ、そう、あ、そう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 、なんかコラボ誰と、誰がしたいみたいな、だ、誰がいいみたいな。カノンちゃんってあって嬉しかったよ、私。え、あった？あ、え？嘘だろ？嘘だろ？あったよ。嘘なすぎ、それは。いやいや、ちなみにちゃんと確認しました、はい。しかも、しかもかなり多くてびっくりしました。本当に嬉しい。本当に嬉しいわ。見たいんだよ、やっぱ荒野の酢酸カノンを。ここあれ、埼玉開いてないかも。ごめん、開いてるって言ったけど開いてない。埼玉が分かんねえんだよな、俺。ここ埼玉じゃなかったっけ。いや、ここジョージな。ああ、ジョージ埼玉みたいな。え、あ、そうなの。ジョージ、え、あ、ジョージの下には埼玉があったのか。グレ禁止なんだね、基本的には。グレ禁止。これどうだったっけな。あ、でもやっぱないわ。グレと確か毒ガスもないんだよね、今ない。あ、今ないのか。
ちょっとあっち側行くか。ここもあるか、普通に。こっち側取れたらまだ一旦ありだと思うから。はいよ。行きますよ。行きますよ。はい。まあ、多分さすがにないと思うけど、一旦ここで。で、ちょっと回ろう。開いてる。あ、でも開いてんの。でも開いてるってことはいそうだもんね。ちょっと、俺こっち側見るわ。俺じゃあ一回ちょっとここバーって見てみるわ。多分大丈夫だと思う。いないそうだけどな。いや、でもそこ開いてたんやな、普通に。でもなんかね、開いてるけど取られてないよね、物資が。ちょっと待ってよ。高級とかいないかな。ちょっと見てみるわ。これ、開いてないぞ。開いてない。開いてるけど開いてないぞ、これ。ちょっと待って、高級これ多分いるんじゃね？大丈夫？え、怖い！ま、大丈夫？上行ってきて、上行ってきて、大丈夫？やだ、先行って、先行って。いや、いる嘘だ！いる！え、どこに？ま、屈伸の音聞こえたよ。え、ほんと？俺マジで音聞こえないけど。行ってきて、今。いや、怖い、先行って。あ、待って、丸さんの音かな？あ、俺かも。先行ってきていいよ。ちょっと俺、後ろがついてるから。俺ガチカバーするわ。いいよ。いる。それ、僕でしょ？木、え、待て、木耐えて。で、何なんの木これこれで炙り出す作戦や。ああ、なるほどね。え、行くとき言ってくれるわ。行くまただけ、おい、何個だけるんだよ。もう見えねえよ、周り。え、そう、もうこれで、これ逃げるぞ。あ、逃げるの。本当にいなかった、大丈夫？うん、いなかった。おい、いるやん。詰めるか。え、いるの？ここ。え、いるよ、詰めよ。どこ行ってんの？あ、オッケー、ナイスナイス。オッケー、いいよ。行くよ。いいよ。いいよ、構えるよ。どう？見えないな、僕。おい、やばい、何も見えない。出た、一回出た。え、行ってる、大丈夫？行ける？いや、どうする？一回待つ？え、大丈夫？え、なに？どこに向かって、あ、むしろ、あ、いるよ、待って。うわめっちゃいるって普通に。ドッキリよ、やっぱり。おかしかったもん、途中から。初めておかしかったもん。見てるけど今前でマロさん、なんかめっちゃ追いかけられてんだけど。何？もう待って、ゲリラじゃないじゃん。初めて60人ぐらいが普通に信じてたわ。今のゲリラ本当に60人なの？いや、でもガチでゲリラは60人。これは結構ガチ。絶対嘘じゃん。いいよ、引いていいよ、全然。めっちゃ手伝ってくれてるじゃん、ちょっと。うん、みんな優しいからね。え、でもさ、おかしくない？でもさ、これ終わったじゃん。次何？うん、え、なに？次何ってどういうこと？え、まだでしょ、ゲリラ。いや、もうないよ。え？参戦する言ってたやん。あくまでそれは建前で、今回の企画はですね、なんとゲリラをやってる最中に家の中入ったら、大量に人がいたらどういう反応するのかドキドキした。もう初めからちょっと当たってた。どうでしたか？久しぶりに一緒に荒野しようって言って、いきなり大勢の人に追いかけられて殴られてるもんな。めちゃめちゃ久しぶりだったよね。一番最初ぐらいにされたね、この時。そう、一番最初にしたドッキリをもう一回仕返すっていう。まあ、ドッキリは大成功ということで。いや、分かってたけどね。いや、まあでも、何のね、ドッキリか当てられてなかったってことは、もうはい、あなたの負けです。よかった。覚えててください。よかった。いや、もう覚えてて、ってもね、もう何もないんで、ありがとうございました。なるほど。これがね、彼が、忘れない人たちになるでしょう。
なんかそれっぽい感じで締めるやめて。